はい、ノブケンボーリングの藤井です。今日はですね、ダブルスの PTQ、選抜を無事通過できたので、面白いんですよ。普通はだいたい選抜があって本戦があるじゃないですか。でもこっちは選抜があって公式練習があって本戦がある感じなんで、正直選抜大会のための練習っていうのはないんですよね。なので選抜大会通過して本戦の前の日になるんで、今日前日練習をします。で、前日練習をする前に、ちょっとこう川添プロとも話したんですけども、僕のボールラインナップの中でちょっと必要そうなボールがあるのかないのかを話し合って、こっちのストームの、アドバイス、コーチをしてくれる方とも話し合って、僕に必要なボールをちょっとチョイスしていきたいと思いますので、そちらの様子プラス、公式練習の様子を皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、藤村プロ、マスターズ終えて、そしてダブルスも終えましたが、どうでしょう。まずアメリカに来て、ちょうど半分ぐらいかな経ちますけど、まずアメリカの生活どうでしょう。生活ですか。はい、もうでもやっぱこう本当に初めて見る景色だったり、食事とかも本当全て日常が初めてのことだらけで、新鮮で、ちょっとこう時差ボケとかもあって最初はしんどい実感もあったんですけど、日常は楽しく、生活できてます。はい、最初はラスベガス、はい、で今デトロイトにいてどうですか。ルームメイトの藤井信人プロは。藤井はじゃねえよ。すみません。夜寝かしてくれない以外は寝かしてんじゃねえよ。自分でポーカーして寝てねえだけだろ。いやでも気も使ってくれて優しく。気は使ってねえよ。そうか。藤井いいやつです。で実際こっちに来て、ダブルスの PTQ 出てみて、選抜大会、藤村プロも今シードで、日本の JPBA のトーナメント選抜大会は出てないんですけども、実際そのシードじゃない時は日本でも選抜大会出てたと思うんですけども、こっちの、ダブルスなんですけども、選抜大会投げてみてどうですか。もうぶっちゃけ日本のプロとアメリカのプロの、選抜の違い、もう簡単に言ったら、レベルの違い、僕らのチャンネル結構ぶっちゃけトークで言ってるんで、ぶっちゃけてレベルの違いとか何が違うのかをですね、ぜひ聞かせてもらいたいなと思います。そうですね、PBA なんで、もちろんレベル高いんですけど、その選抜が、予選、日本でいう予選、本戦の予選みたいなレベルで、その通過するのも僕はちょっとこう大変だなっていうのをすごい感じて、変化がやっぱこう僕すごい感じるのは、日本だと僕らみたいに回転数が多くてインサイドから投げる選手っていうのは、ちょっとこう人数が少ない割合になるんで、こっちだともう基本僕よりインサイド投げる人とか僕と同じぐらいのラインを投げ始めていくんで、とにかく日本の、レーンコンディションの変化とこっちの変化では圧倒的に遅くなるスピードが違うんで、どんどんインサイドに入って、でその時にこっちの選手はやっぱインサイドを投げるのがすごい上手なんで、その辺の差っていうのをすごい感じましたね。選抜もレベルが高いなっていうふうに感じました。やっぱこう見ててもそうだけど、ワンチャン最後こうチーム戦なんであれですけど、ワンチャン500打ちそうだなっていうチームばっかりだもんね。はい、爆発力が、このチーム爆発したらもう一気に選抜通過ラインまで行っちゃうんじゃねえかみたいな。なんかこっちの選抜の選手、日本の JPBA 出てきたら当たり前にシードなんか当たり前で、すぐ優勝を狙いそうな選手たちがいるっていうイメージ で、ね、正直本当に選抜なのかなっていうぐらいな、レベルの高さで、本当にでもびっくりしたのは、どのプレイヤーも最後まで諦めないね。僕ね、一番そこの違いを感じた、日本の選抜大会だと正直もうダメだからっていうような感じの雰囲気出てますけど、アメリカの選手そういうのないよね。ないですよ、ガッツがありますね。はい、気合が違います。これ一応このチャンネル毎日一応更新してるんですけど、藤村プロこうワールドシリーズ本チャンの、もう一回選抜出なきゃいけないと思うんですけども、はい、ちょっとその辺に向けての意気込みと自信の方をお聞かせください。正直
もちろんあのアメリカに来るにあたってもうあの挑戦なんでできる限りのことをしたいというふうに感じてやってきてるんで、あの、まあ、通用するかしないかは別として、とにかく自分のできることを精一杯やるだけなんですけど、まあ、あの選抜はウルフ33フィートとバジャーの47、まあ、ロングとショートで、33フィートっていうショートはちょっと、まあ、僕はあまり得意ではないコンディションだと思うんですけど、まあ、あの日和らず、こっちの選手みたいにもうしっかり、気持ち持って、全部ぶつけてきて、まあ、とにかく選抜で終わらず、ワールドシリーズ投げれるように頑張りたいと思います。はい、その辺もですね、今回ノブケンボーリングで、選抜大会の様子などもちょっとこうアップしていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆様無事選抜通れるのか、はい、それとも選抜落ちてしまうのかっていうのをですね、はい、ワクワクしながら、はい、お待ちください。藤間君、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、じゃあちょっと練習の準備をしていきたいと思います。はい、ボール置き場ですね。はい、有名な選手がいます。マスターズ編でもあったかもしれないですけど、そうっすね、ボールを開けてここで作業したり、そう、師匠にボール1個持ってもらおうかな、持ってないから、ちょっと1個師匠、はい、ボールお願いします。はい、どこ撮影してるんですか。何してるの。本当に悪いやつ。まあこんな感じで楽しくね、はい、やってます。ここの後ちょっと練習なんでまたレビューしていきたいと思います。藤井プロの指作りとかちょっと気になる方いるんじゃないですか。はい、何してるんですか。ちょっとこう僕薬指がすごい切れちゃうんで今保護してます。いやこれ本当にあの皆さん、僕もびっくりしたんですけど、藤井プロフィンガーグリップ薬指の方が太いんですよ。そうなんですよ。普通中指の方が大きいじゃないですか。まあ、そうよく言われる。変わってんすよ。変わってんすよ。失礼なこと言うんじゃないよ。変わってますよね。はい、最初左利きの人かと思った。まあ、よく言われる。あのなんだっけ、レイアウトもね、なんで結構あのでもテープ巻けばっていう方もいるんですけど、ピテープ巻くと感覚がねちょっとね、やっぱフィンガーに乗ってる感じがちょっと違うんで、それの感覚が大事。ガーゼまあこんな感じで準備して、まあ実際これで終わりなんですよ僕は。早い、はい、あと靴履いて、そうっすね。変な顔してるのかな。へー、はい、テーピング巻かず、巻かずで。パターンになります。
28フィートと、42フィートのコンディションです。はい、トラックでドリルをして、はい、ちょうどなんか話をしてましたね。はい、今、ちょっと練習を終えてボールがちょっと足りないということで、ね、これから PBA トラックに行ってホームのティムマックさんにちょっとボール選んでもらって、はい、まあ、ちょっと明日のカードエプロトンダブルスに備えたいと思います。はい、近くね、大丈夫、大丈夫、サビなおい、半袖ちょっとやっちゃったな。やっぱ近くで富士プロを見たい人がいるから。近すぎだろ、やめてよ。こんな近くで撮ってもらったらこうほらデートしてるみたいな。はい、これが PBA トラックですね。発行していただかないとボールはもらえないっていうか、
感じ であくまで僕らが欲しいボールじゃなくてチョイスしてもらったボールを投げるっていう感じなんで、トラックで開けたボールを操作、あ壊してないですよ、証拠残しちゃった壊してないですよ、完璧な証拠を残しちゃった、はい、今ね調整中ですね、レベルを削って、あ、また壊してる、確認しただけです、取り外し可能だ、ハイパー？ハイパーベノムスですね。もう EJ がいっぱい使ってて話題になってますよ。うん、色綺麗ですね。色綺麗。誰が投げてても何のため投げてるか。結構削るんですね。はい、手前根元が太くて手前だけ削って、だからなんかこういう感じなんですよ。親指全然画角の外でやってくれたから映ってない、どういう感じか、うん、まあこんな感じです、さ手前が太くて先が細いだそうです、そんなないよ、ちょっと動画撮ってるんでちゃんとやってもらっていいですか、全然削れないんだもん、動画見てくれる人に一つだけ言っておきますね、こっちでは結構動画でも言ってるんですけど、ストロムロとグローバル同じ会社なんで、グローバルの球ちょっと今回投げてます、なんで、G プログローバル投げてるのとか、グローバルの球どうですかとかって質問しないでください、
はい、ということで、明日から始まる、ダブルスの公式練習、その他ですね、ボール開ける時とか、いろんなところ、まあ、藤村プロのコメントだったり、井口プロがボールいろいろ作業しているところも含めて、皆さんにお届けしたいと思いお届けさせていただきました。明日から本戦のダブルス始まるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。本当に日本代表をするような気持ちで、まあでも自分のボーリングをすることに、徹底するので、ぜひ応援お願いします。チャンネル登録お願いします。